はい、こんにちは、ショーです。今日はですね、こちら、洗濯契約書付き10連福袋を引いていこうと思います。ということで、7周年、改めましておめでとうございます。いやー、プラスボール7周年ですか、もうむちゃくちゃ長いですね。で、ソシャゲってね、やっぱすぐね、消えてなくなるイメージあるんで、こうやってね、7周年も続けられているっていうのは、もうね、日本のファンの皆さんが、プロ野球がどれだけ好きなのか、そして、日本のね、人たちがゲームがどれだけ好きなのかっていうのがね、よくわかるというような感じかなと思ってます。まあ僕自身もね、日本国民としてね、このね、プロ野球ゲームっていうものに、どんどんお金をつぎ込んで、経済を回して回りたいと思っておりますけどもね。ということで、今日はね、こちらの洗濯契約書、行くんですけども、ショートが追加されてますんで、ショートの選手に一人一言ずつ、コメントつけていきたいと思います。はい、ヤクルト長岡選手、総力型で、ショートセカンドが CC でこなせると。悪くないですが、得度ちょっと厳しいね。絶対にね、これから、能力上がってくると思います。来年以降に期待しましょう。はい、そしてショート中野選手ですね。中野くんは、ショート守備が B76。いいですね。で、セカンドもね、60。二遊間ね、BC と守れるっていうのはかなり評価高いんじゃないかなと。ただ、得度が盗塁、チャンスメーカー内野安打と。ダイソー守備要員かな、やっぱりね、ちょっと厳しいですね。でも、ミートが75あるんで、まあ、打席に立たせてもワンチャンあるかなというような感じでしょうか。来季はセカンド守備 B、期待しております。はい、坂本隼人選手、巨人から出ております。さすがにミパ下がってきたね。守備もちょっとずつ、下がってきてるというような感じでしょうか。でも、まだね、現状の、現役ショートの中ではトップクラス。引くことができれば全然使っていけると思います。はい、そして広島から小園海斗選手来ております。ミート75、パワー67、走力76。こちらね、ミート走力同値狙えるというところで、走力型の選手に比べて、まあ優位ではあるんですが、やっぱりね、中段度、ショートの守備が C60、出し打ち、走塁、片道。ちょっとね、全体的な評価としてはちょっと厳しいですね。OB がね、やっぱ出てるというところでいくと、まあそういった OB 選手たち、これがショートね、もっと追加されると思うんですけど、もうそういうところと張り合っていくのはちょっと厳しいかなというような印象ですね。小園さんもまだ若いんでね、今後のさらなる活躍を期待しましょう。中日から土田龍久選手来ております。龍久ってかっこいいな、名前。今シーズンね、出場機会がめちゃくちゃ増えたイメージで、プロスピの輩出としても今回通常 S って初めてかな、ちょっとわからないですけども、ヒートパワー、走力と62、58、70とまだね、低い水準ではあるんですけども、こちらね、土田龍久選手も年齢がなんと19歳と、20歳、19歳、このあたりのね、年代になってくるんで、まだまだね、これからの選手かなと思います。はい、そして横浜から森圭斗選手来ております。もう森さんといえばね、これ肩の強さかな、肩83、強い。こちらね、森選手も19歳、ね、まだまだ若いんで今後に期待したいですね。若い選手多いね、楽しみだね、これから。はい、そしてオリックスからも若い選手来ておりますね。紅林選手ですね。紅林選手は去年、高卒1年目から出場しておりますね。出場しておりまして、今シーズンもフルで出てましたね。すごいですよね。で、特殊能力も超広角持ち、将来めちゃくちゃ期待できるんじゃないでしょうか。はい、そしてロッテからは茶谷健太選手来ております。23歳、若いね、みんな若い。ただ、茶谷さんも、今シーズンからかな、能力、そんなに高くないですね、まだね。何度も低弾道になっておりますんで、ちょっとね、使いづらさはまだあるかもしれないんですけども、ロッテ純正の方とかね、弾けたら嬉しいんじゃないでしょうか。はい、そして楽天から小深田選手来てますね。小深田さんは、これまで何度も登場してらっしゃると思うんですが、弾道ラインドライブ、いいですね。ミート70、パワー62、走力79というところの走力型。一応ね、走力 A 乗せることはできるんですけども、もうちょっとね、ミート上がってくれたら嬉しいですね、これね。特殊能力が超チャンスメーカー、固め打ち、内野安打。まあ、一番に置きたいかなという能力になってますね。はい、ソフトバンクから今宮選手来ております。年齢30歳。もうね、今宮さんがベテランの域に来てるっていうのが、ビビるね。なんか、まださ、今宮さん、まあ、見た目もあってさ、めちゃくちゃ若いイメージあんねんけど、いや、もうベテランなんやと思って、ちょっとびっくりしてるというところですね。能力ね、弾道中弾道、ミート型の76、67、72、いいっすね。打撃申し分なし。ショートとして打撃申し分ないですね、これはね。守備も、あ、いいですね。守備範囲が B の73、補給82あるじゃないですか。補給80、
球82あんの。いいですね。捕球82、スローイング54、肩77。肩はちょっと下がってきたかな。いやでもいいですね。なるほど。はい、そして日本ハムから上川端選手来ております。弾道低弾道でミートが70、パワー66、走力71というところで、まあミート走力狙えるかなっていうところですね。社会人とはいえね、1年目からこれだけの能力値は、素晴らしいところじゃないかなと思いますね。はい、そしてライオンズからは源田選手来ております。たまらん源田選手ですね。源田選手はですね、弾道低弾道のミート74、パワー63、走力82というところで、まあね、守備、まあ源田さんといえばやっぱ守備ね、守備適性83、捕球77、スローイング68、肩が67、かなりね高い水準の守備能力になってますと。スタメンでね守備に置きたいというような人も多いんじゃないでしょうか。はい、ということで全員見てまいりました。それではね、こっからはガチャ引いていきたいと思います。はい、それでは10連目いきます。ここは1回目 S ランク選手確定になってます。続き、まあ、ちなみになんですけど、今回の選択契約書、ね、選択できる契約書についてはですね、交換会、プロスピ交換会が終わった後に引くのをお勧めしてますね。はい、ここで、まあ、僕で言ったら阪神の選手になると思うんですけども、欲しいね、ガンケルさん、僕欲しいんですけども、ここを引けたら、選択契約書では別の選手を狙っていくというような感じでいこうという、そういう戦略でね、いければいいかなと思いますね。はい、高梨選手、ね、はい、それではベストランク1人いただきます。はーい、大瀬良選手、なんかかぶってるの怖いな。ここでかぶってるの怖いね。はい、はい、それでは10連目ありがとうございます。大瀬良選手いただきました。はい、それでは20連目いきます。ちなみに今日は5回まで、50連まで引きたいと思います。よいしょ、さあお願いします。ちなみにね、現状ね、ラビリンス来てますね、イベント。プロスピラビリンスは、最後の激ヤバが一番美味しいんで、まあ、そこで1日の間で、できたら10万欲しいですね、経験値。って思ってます。はい。お、タラちゃん嬉しい。タラちゃん嬉しいよ。2体持ちしたいんでね。ありがとうございます。できたら、まあ、ラビリンスで経験値いっぱい集めて、で、阪神の選手に使いたいなっていう感じですね。はい、それでは、自チーム S ランク確定のところいきますよ。3回目いきます。ちなみにね、欲しい自チーム S ランク選手は、1番はグッチかな。絶好調！これは2枚引きないのか？これは2枚引きないのか？頼むぞ。頼むぞ。さあ。何枚引きでもして、何枚引きでもいい。でもあんまり来られると反応に困るから、それもよろしく。いいし、はい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 。おい、途中で来ないのかい？この辺で、よしかな、沖選手。よいしょ、まだかな。おお、びっくりした。大貫選手。はい、それではラスト、ここでグッチを引きましょう。よろしくお願いします。おー、島田さんかぶったーん。かぶるかー。ちょっと幸先悪いスタートになっちゃったね、これね。はい、ということで、あと2回ですね。2回行きたいと思います。お願いします。そう、月出てる、 OK。 こういうところでね、できたら金文字、はい、こっからね、こっからこういうところで頼む。うわー、当たらんか。よいしょ、よいしょ、おー、てっちゃん。いやー、というかね、今回からプロスピ交換会6回になったでしょ。すごくいいね、いい改善点。アルカンタラ2枚目、めっちゃ嬉しい。ありがとう。めちゃくちゃね、あの6回はね、ナイスですね。交換回数6回はないでしょう。はい。まあ、でもね、都合ね、18体の S ランクが必要になるんで、皆さんね、S ランクちゃんと貯めといた方がいいですよ、これはね。欲しい選手が溜まってきちゃうと、ストックがなくなるとね、使いたい選手出さざるを得なくなってくるんでね。はい。はい。おい。よいしょ。おー。村上様、流行語大賞おめでとうございます。流行語大賞おめでとうございます。はい、ということで、よいしょ。ああ、島田選手、いいよ。これ、極みできますね、これでね。
さあ、洗濯契約書もいただきまして、これあと2回引く、エナジー買ってきます。はい、それでは買ってまいりました。あと2回引いて原口選手をお迎えして終わりにしましょう。よろしくお願いします。はい、調子くんレッツゴー。なんかね、今日実は確定枠以外は地味引きですね。あ、きついですね、これ演出が。これはきついですね、これ。あ、よし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 。ナイス。いいね、いいね。頼むよ。こういうところで、こういうところで。さあ、よいしょ。オフレディ。糸原健太選手。はい、ということでラスト、自チーム S ランク確定となっております。ここで原口選手引いて終わります。最後まで苦しみたくないよ、一人の選手で。できたらもうこういうところでしっかりと引いておきたい。本当に欲しい選手だからね、原口選手は。はいはい、何枚引きでもしてって言ってるでしょ。頼むって。はい、何もなく。いや、 B ランクの原口、 B ランク原口はいいのよ。はい、それではラスト、このまま来てくれたからいいから S に変えて、 S に変えてくれ、お願いします。ウィル君